韓国のホテル新羅は25日、昨年の売上と営業利益がそれぞれ4兆7136億ウォンと2091億ウォンを記録したと明らかにした。これは年間基準で史上最大の実績だ。昨年の売上と営業利益は前年よりそれぞれ34.1%と186.1%増加。 当基準利益も1,103億ウォンで、336.2%も増加した。新羅ホテルの関係者は、市場変化に積極的に取り組んで外景成長も図った都市、特に免税店部門は厳しい経営環境の中でも規模の経済実現による減価節減努力、グローバル事業者としてのポートフォリオ多様化、 経営効率化で工業籍を記録したと説明した。